それ今年のうちにやっときませんかの、はい、SNS 用のちょっとコメント、はい、PR コメントを取るということで、はい、お願いします。お願いします。2人で対談、2人で話すことってほぼ初めてね。え、なんかいつも周りにメンバーがいるから、なんかね、久しぶりです。この前もライブ行ってきました。いくちゃんの、そうそうそう、ついこの間の、そうそう、ついこの間のそう、なんか不思議な感じ、ね、不思議な感じ、うん、マスク逆じゃない？ゆなちゃん、文字が、あ、でもリップついちゃった、あ、ついちゃったいつもヨダちゃんのインスタが可愛くて、え、見てくれてるんですか。そう、なんか写真とかすごく上手じゃない？いや、めちゃくちゃ可愛いなと思っていつも見てて、なんか私あんま統一感なくて、あ、そう、あんま映えてないなって思いながら投稿してる。なんかそのなんだろう、いろんな表情が見られるのが可愛くて、まさか見てもらえてるなんて。いやいやいや、見てますよ。1年どうでした？どうだったんです、なんかもう何が今年か分かんないんですけど何が怒涛の毎日だからね。なんか目標とかそこまで立ててなかったから、なんか1個あげるとしたら穴の開いた靴下を履かないっていうのを掲げてたんですけど。どういうこと？どういうこと？靴下、なんか穴開いちゃうじゃないですか、うんうん、それを履かないようにするっていうのを掲げてた。今まで履いてたの？履いてましたね、去年とかそれは達成できました。本当に、はい、ね、今日も警察の衣装を着て、はい、同じ衣装で、ね、ちょっと全身見てもいいですか？かわいい、ちょっと大きいですかね。なんかね、ちょっとちょこんとした感じ、かわいいここ開けてんのおしゃれだね、なんかっぽい。なんか私首詰まってるの苦手で。あ、そうなんだ。なんか締めれませんでしたあの、一緒にさ、カニ食べたの覚えてる？あ、覚えてます、ね、懐かしいと思って。めっちゃ昔ですよね。めっちゃ昔だよね。あれ、ヨダちゃんが入ってきてすぐぐらい、違うかな、本当にすぐぐらいだと思う、ね、センター、ダブルセンターやってた時で、やった後ですかね。やった後かな、なんか時系列が分からない確かに、何年だったか、なんかどこか遊びに行けたり、休みの日とかある？忙しい、なくはないんですけど、うん、休みの日本当に何もしてなくて。そうだった、外に、家から一歩も出てないインドアなんならもう多分夕方ぐらいまでベッド拠点です。へ、うん、そうなんだ、ずっと家で。じゃあこの後の番組一緒ですけども、はいはい、意気込みをお願いします。でもやっぱ千春さんもいて、バナナマンさんもいらっしゃるから、なんかちょっと安心感はあるんですけどなんかやり残したことがないように楽しめたらと思います、はい、でもぜひご覧ください。ご覧ください。